稲川淳二さんですすか階段話が有名ですよね、まあ、この方ってのは結構出川哲朗さんの前のなんかいじられキャラいじめられキャラだったような気がしますけどもでもねやっぱり定評があるのは怪談話で私も高校の時にこの方のその怪談のカセットテープを買ってきてねよくよく聞いたもんですよ。うん、なんかその分かりやすくって場面が想像しやすくってでちょっと怖さもあったりとかね人情が入っていったりとか。 うん私的にはね結構その稲川淳二さんの,その音声のファンでしたね音声コンテンツってやつですか今で言うとまあ今でもね怪談話って結構ね都市伝説 YouTuber とかで楽しませてくれるのがあると思いますけども実際あれっていうのは創作なんですかね実際にあったことなんですかねまあ、今回はね稲川淳二さんに似た名前で稲垣淳一さんという方はねちょっと取り上げてみようかと思うんですけどもあの なんとかのクラクションとかねバチュラガールとかねあの CM ソングに私が小学生の頃中学生の頃よく取り上げられていた、まあ、有名なシンガーソングライターの方だというふうに思ってます結構声もね透明感あって中性的で好きなんですけども最近は聞くことがないですねもう相当な落としだと思います今でその方が言われているのはこういうことなんですよいつまでもただの弟子でいるのは死に報いる道ではないっていうことですよね これ、吉谷さん、結構その通りだと思いませんか私たちもお互いにたくさんの弟子を抱えてますけどもずっと弟子でいるっていうのはまあやっぱりね私たちに報いる道ではないっていうふうに私は思うんですよどうでしょうかね弟子が師匠となって人を導いていく姿そしてそれによって何かのねリーダーとして稼ぎ始めてる姿人を教えながら情報提供コンテンツ提供しながら 自分自身が塾長となって小さな組織をまたは大きな組織をマネジメントしているところになんかあついにここまで育ってきたなっていうふうな,なんか喜びを感じるのかなと思うんですよ。まああの吉谷さんのところで言ったらね鷲津さんみたいな人があの吉谷さんのところにやってきて膨大なコンテンツ量を出しながらそこで売り上げをずっと上げてるわけじゃないですか。サラリーマンとというう側面も失うことなく 何何度も何度もも、ね、対談をしながらそれこそ吉谷さんからすると鷲津さんっていう存在がものすごくね大きなものになってると思いますし鷲津さんもやっぱり吉谷さんに、えー、お願いしてこうプロデュースすることによって商品も売れるということでねでもなんかそのずっとリピーターとして塾の中にいてくれて商品は買ってくれるんだけどもでもその人がなんかねあのどっかで、うん、明確に。 まあネットビジネスなりでお金を稼いでないって姿はちょっと寂しいもんがありますよね。自分のコンテンツが本当に有益なんだったら自分と同じような似たような暮らしをしてるはずなのになぜかね自分のなんか商品を買うだけのカモになってしまうっていうねまあそれをあんまり求めるところじゃないのかなと思うんですよ。まあお金が入ってくればいいと言えばいいんですけどもでもやっぱりねお金を払ってくださるそのお客さんが売り上げをねちゃんと上げて収入を上げてくれる姿を見ることがまあ本当にね 求める姿ななのかなと思いますよねいつまでもただの弟子でいるのは死に報いる道ではないシンガーソングライターの方こういう風な歌詞をね使って歌ったり考えたりしてるんだなというそんな例でございました。